ギャラントマンは、アメリカの競争馬及び、主ュ馬である。黄金世代と呼ばれた1957年、アメリカクラシック世代の一等で、ベルモントステークス、トラバーズステークスなどに優勝した。父みごりは新山などと同じボアルセル系の出身で、外旋門賞などに優勝し、母マジデーは、アイリッシュオークスに勝った名馬である。1歳の時、ラルフローに売却され、 勇者を意味するギャラントマンという名が与えられた。2歳から3歳の初めにかけては、貧弱な両欠馬として、下級戦を勝ったり負けたりしていたが、初のステークスとなる、ハイビスカスステークスを解消すると、ボールドルーラーや、キングハイランを相手に構想し、ウッドメモリアルステークスでは、ボールドルーラーに交わされ2着になったもののこの世代の有力馬として認められるほどになっていた。 そしてケンタッキーダービーでは、主戦の J チョケッテが、非常停止となったため名手 W シューメーカーを背に、挑んでいる。このレースでは、ラウンドテーブル、ボールドルーラーに次ぐ3番人気に押され、直線では一旦先頭に立ちながらも、W シューメーカーが、ゴール板を誤認するという、信じられないミスでアイアンリージに抜き返されてしまった、直後に再び追い出したものの時すでに遅く花さ、届かなかった。 不思議なことに、場所のラルフローは、ゴール板を見間違え、ギャラントマンが破れてしまうという夢を、レース前日に見ており、悪魔のケンタッキーダービーとして、未だに語り継がれている。疲労のためプリークネスステークスを回避し、ピーター・パン・ハンデ・キャップを、レコードでセイスト冠最終戦である、ベルモントステークスに出走した。そして、プリークネスステークスを制した。 ボールドルーラー等を相手に8番審査の全米レコードで優勝した。その後真夏のダービーといわれるトラバーズステークスジョッキークラブゴールドカップ等を解消している。年末のトレントンハンディキャップでは久々に3強が勢揃いした。それまではギャラントマンが最強と言われていたがボールドルーラーに敗れ結果的にベ最サイ優秀3歳ボバを逃してしまった。翌年は 初戦のカーターハンデキャップで、ボールドルーラーに再び敗れたが、そのボールドルーラーとの最後の対戦となった、メトロポリタンハンデキャップでは2馬身で雪上した。その後は交渉金のハリウッドゴールドカップハンデキャップ、日本の白地からも出走していたサンセットハンデキャップを連勝し、シソンバイハンデキャップ5着を最後に故障で引退した。引退前に、史上最高価格で取引され、 スペンドスリフトファームで、タネボバ入りした。しかし、シュボバ成績は低調に終わり、名品ギャラントブルーム、後継シュボバとなった、ギャラントロメオ等のンクを出すに止まった。ンクは日本でも走っており、スプリンターズステークス連覇の名脇美子、朝日杯サ歳ササステークス優勝馬、ギャラントダンサーなどが活躍した。ギャラントマン自身は、タネボバを引退後もスペンドスリフトファームで予選を送り、 1988年9月7日、老衰により死亡。34歳の大王女であった。遺体は、スペンドスリフトファームに埋葬されている。直系子孫はすでに勢力を失っており、アメリカでは、デーモンズビゴーン。日本では、アメリカ産の丸貝として、中央競馬で走った直子キ,キン流園の産区である、キバスナイパーが、最後の活躍場であった。 2017年現在、ワシントン州で強要されているデーモンウォーロックが最後の末裔である。ありがとうございます。